佐藤さんあれシリーズの佐藤さんって本当はすごく良妻賢母で義経にも愛されてたのにグラマちょっっとひどかったよね。<laughs> まあね確かにねただ三浦透子さん佐藤さんに会った女優さんがすっごい すごい演技力だったもんで、なんかあの、あのシーン、ちょっとね、すごい共感というか、なんか佐藤さんに感情移入しちゃったね、私はね。うだってほら、よくさ、三流パニック映画とかだと、そっちを選んだらダメだそっちに行ったらなんか自滅するみたいな方を必ず選んで、自ら墓穴を掘る役っているじゃないですか。だからこう、嫉妬に来るって、バカなことをしちゃう女っていうのは、大体どのドラマでも、ああ、やっちゃったな、バカなことしちゃったな、アホやなーってしか思えない。 のにあの三浦透子さんの演技のせいで嫉妬に狂ったことでああいうバカなことをした人なのになんかむっちゃ共感してしてまうだって佐藤さんがすごく義経を愛して愛していたのにで義経の愛が欲しかったのに結局それは手に入れられなくて。 でだからほら、あの、最後の最後で、土サの棒を消しかけたのは自分だって、こう、白状することで、で義経は生涯、サトさんを忘れることができなくなるっていう、ほら、サトさん、あの状況では、義経を憎んでいたっていうのもあると思うんですよね。憎んでいたってことは、それだけ愛してたってことでもあるので、だからこう、愛していたのに愛されなかった女の、あれは悲しい復讐だったんだって思ったわけなんですよ。だっっっててほら義経が大好きな大好好ききなななお兄ちゃんののね頼朝と田を分かすことをかこになったっていうのはあの ががお兄ちゃん差しし向けたかかからららだって勘違いしたからですからねあれがなかったら義経は兄に反旗を広げそうなんてねしなかったわけでしょだからそのお兄さんとの仲を咲いたのが佐藤さんだったってなったらその衝撃はすごいだろうから。 絶対佐藤さん忘れないはずですよねもうなんじゃこいつってなって殺すほどすごい衝撃を受けたわけなんだからねだから佐藤さんからしたら愛されないんならせめて憎まれてでも相手の心に刻まれたいっていうあの気持ちもつらかったわだからあの口ではさあの時さついてきたくなかったとか畑仕事なんかしたくなかったって言ってたけどでも実際はついてきたし畑仕事もしてきたわけじゃないですか なんかこう、なんていうのかな、こう、愛されなかった女の復讐でもあるし、でも最後は愛する義経の手で殺されたい。なんかこう、愛してたけど憎んでたみたいな、こう、二つの気持ちが、こう、むっちゃ出ててね、すごい演技だったなと思って。なんかこう、義経の手で殺されるためだけの告白。うん、義経を絶望に突き落とす告白。 あの一瞬でさ、自分を愛してくれなかった男への復讐と、それでも自分が愛した男に殺されたい思いとか、愛する男にこう自分を刻みつけたいとかっていう思いがこう全部感じられる演技でさ、なんかこう、ああ、ここにも愛されなかったことで不幸な人生を終えてしまった人がいた、なんか義経と同じだと思ってこう、似た者同士の,その余計哀れさ、かわいそうさが出ててね、まあ、泣けましたね、あそこもね。 そこまで気がつかなかった。 あれ普通に演技の下手な綺麗なだけのねなんかこうアイドルさん的なまあアイドルさんって言うと失礼だけど、まあ、演技がそれほどではない人がいたらあそこまであの短いあのセリフだけでは出なかったのがやっぱ三浦透子さんの凄さであの短い瞬間になんかこうそれだけの思いが全部うわーっとこう私の中に入ってくるようなすごい演技だったなと思ってなんかこう愛してた,した憎んでた愛されたかった愛されたかった,た,かったもうなんかそういうのが全部ブワバワ とこ出てきてその悲しさかわいそうさっていうのがもう殺される瞬間までねもう溢れてたなっていう感じでね。だからこそ義経も 思わず殺しちゃったけど最後の最後にこう「里っていう感じでねすまぬって感じになったんだと思うんですよね気づいたんだと思うだよね、うん、あとねあの静岡御前はもう妊娠して男の子を産んだっていうのを聞いた時もすごいショック受けてたもんね。そそそそううううだからあれもほら静岡御前が殺されたことだけはよかった先生しましたわとかっていうのも、うん、あれは本心でもあると同時にそう言って義経を怒らせようっていうのもあったんだろうしだから本当 に言葉が一つだけの意味を持たない複雑なその佐藤さんの気持ちが全部出てるっていうのがねすごかったななんかあの三浦透子さんぜひ2024年源氏物語のあの紫式部のタイガーに何かで出てほしいあんなすごい女優さんだから絶対なんかすごいと思うよね <laughs> なんかあのタイガご飯食べながら見てたからさそんな細かい目そらされいんよ <laughs> <laughs> う,うですかあのこ,この大河はちゃんと正座してテレビの前に正座していつもなんうんか瞬き禁止で見ないとダメなんですよ <laughs>。 <laughs> 1秒たびびないもの全ての表情,の表情だからセリフだけじゃないから画面から顔を反らせられないのよあのセリフだけとかいう話だったらね聞いてるだけでもいいんだけど役者さんの表情とかそのなんかこう位置関係そういうのだけでももう全然セリフにならないところのさ芝居とか意味合いがすごいからもうご飯食べながらは言語道断です。OM <laughs> <laughs> 入んないから大変なんですよ休憩が入れれないから。<laughs> そうだからじゃあ体調万全にしてみ <laughs> <laughs> でもそういえばあの静香さんが妊娠してるのなんでだろう何でバレたんだろうって話をね前にしたんだけど、うん、あれが陸さんだったっていうのがいやまたあれも上手かったですよね陸さんがこう座る姿勢でね自分も気づくっていうね、うん、あの辺なかなかねでしかも陸さんだとどっちにもこうフラットに女の人にあんまり見方するタイプでもないっていうのがも <laughs> 大体分かってるんで陸さんも若干サイコパス的だからさ今までの描かれ方がだからすんなりねあんなことも言えるなっていうね。だかからあれが雅子とか他の人 だとなんかちょっと嫌な女ってなっちゃうけどもりく、まあ、さんならしょうがないかなっていう感じすごく自然でしたよね。うん、でもなんかあの 最後、踊っちゃう静か、待っちゃう静か、こう、なんか、あれだけね、自分とは関係ないって言えって、吉爪に含められてたのに、そばめに過ぎない、もう、いわゆる目かけに過ぎないんだからって言われて、吉爪に一番愛されてたのは自分なんだって、こう、プライドに火がついて、私は静かですって、本物ですっていうね、バラしちゃうっていうね、で、それでこう、証に踊ってみせますとかって言って、 でしかもね舞もこう下手に、ね、舞えば偽物だってことになるって言われてるのに下手に舞うことができずにね踊っちゃうっていうあたりね佐藤さんといい、まあ、静かといい今回のドラマも女性人の描き方が斬新ですよ、ね、ただなんかね私あの舞を下手に舞えなかったのはあの瞬間アーティスト魂に火がついたからかと思ったんだけどなんかこうアーティスト的にはさやっぱりこう下手に舞えな に舞うとか下手に書くとかどんどんできないじゃないですかどうしても最低限にやっぱ上手くなっちゃうみたいなね覚悟を決めたって雅子さんはね言ってましたけどね <laughs> あなんか己の にに忠実に生きる覚悟だったんだろうかなとかか思いますねだら今回あの佐藤さんにしても静かにしても子どものためとかっていうね明治以降にね刷り込まれた女性のね子どものために母は生きるもんだっていうそういうんじゃなくて逆にあの鎌倉時代とかああいうね戦国時代って女の人はやっぱり己の心の思うままに生きたもっと自由な精神持ってる人たちだったっていうのをやっぱよく描いててこう明治から続く現在の価値観じゃないんだよ。 気持ち的にもねっていうのがすごく出てて全面出てていいだったと思うし、うん、まあのかなと思いますね、まあ、なんか今の価値観で言うとね子供を守れなかったお母さんひどいっていう人もいると思うんですけどそれはやっぱりこう明治以降からのそういう価値観で鎌倉時代のあの時代はやっぱり女性とはいえ子供よりも自分の思いっていうのをやっぱ中心に考える人が普通だったんだよっていうのをね、うん、まあちょっとね出してたのかなと思います。うん 三谷さんがそこを意識してたの。あの今回の大河はその鎌倉時代の女性っていうのは今と違うんだよ。っていうのを出したいって、あのいわゆる時代交渉のね。酒井先生も言ってるし、三谷さんもそれを聞いてるので、うん、あのそれもあっての演出だったと思います、ね。だかすごい。かっこよかったじゃないですか。うん、うん、確かに。 すごい待ってかっこよくて、その後に子供を殺されて、静香はどうなったかってなったら、なんか遊女になりましたみたいなことを、なんか軽く言ってたような気がしたんですけど、あれって本当にそうなったんですか静香さんは。 わからないんですよね。まあ、静かの最後っていうのは、まあ、以前の動画でも言ったように、わからないんですけれども、ただ、あの、美濃の青墓宿で静かにいた遊女を見かけたっていうセリフだったと思うんですけど、うんうん、青墓宿、青墓っていう土地は、割とね、白拍子とか、区物子とか、芸能関係者が大勢いた、その宿場なんですよね。で、こう、白拍子っていうのは、芸能関係者でありつつ、かつ、遊女の一面っていうのもあったので、青墓で遊女をしているっていうふうになると、あ、静かがそこに行った っていうの「もありえるかなっていう、ねうん、のはあっったと思いいますこの青墓っていうの青てうは後白河法皇が若い時に今葉好きなんでね今葉を習う音前っていう白拍子がいたんですけどこの音前がこの「青墓の出身だったっていうことでこう白拍子としても有名な場所ではあるのでだから「青オハカ」「白拍子」でいうとまあ何か静かに似たっていうね静かがいてもおかしくないっていうつながりではあったんですね、うん。じゃあもしかしたらそこで生きていたかもなって感じですよね。

うん、でいわゆる風俗関係の町っていうのはあるけどそれも風俗オンリーで何ていうのかな芸能ってやっぱ神に捧げるっていうものなので割と昔はお伊勢さんの古市とか江戸時代の江戸の浅草の近くの吉原とか何ていうのかなその自社仏閣有名な自社仏閣の近くには必ず芸能を神に報じるための芸能の技を磨いた人たちとかつ遊女でもある人たちがいる宿っていうのが必ずあって大阪でいうとね うのの里っていうのがあるんだけどあの淀川沿いにあるんだけどあそこもいわゆるその芸能若が読めたり作業法師と和歌を読んだっていうね遊、うん、女がいたりっていうだから当時のその遊女っていうのは今の思うその風俗嬢とかキャバクラのお姉ちゃんっていうよりはもうちょっとこう教養があったり芸能関係者神に捧げる踊りだったり歌いだったり和歌だったりそういうこともできて勝つっていうねなんか兼ね備えたものだったので生と芸っていうものが割とセットに繋がってる時代の話なので。 今そういう場所があるかっていうとそういう形状そのものがもうなくなってしまったのでちょっとないかなっていうのはありますよねなんかそれがなんでなくなったとか聞き出したら長くなりそうなので聞きませんそうですね延々話しますね <laughs> <laughs>